回の方散歩はですね、近江八幡市やってきております。滋賀県ですね、琵琶湖のほとりにあるんです。ここはね、クラブハリエですね、有名なね、ありますけど、本社があります。行きましょうかね。行きましょうかっていうか、今いるんですけどね。行きましょう、行きましょう、います。バームクーヘンで有名なラ・コリーナっていうね、会社があるんですけど、その、これお店とは思えないぐらいのこう圧巻のかやぶき屋根なのかな、ですけど、行ってみましょうかね。この外観でもインパクトすごいよね。家とは思えないよ。これ地図にね載ってるんですけど、今ここであれはね、オフィスらしいです。なんでスタッフオンリーって書いてありますね。入りたいですね、ここね。で、奥にバームファクトリーがあって、あれか、あれがバームファクトリーで、こっちにもね、あの新店舗がね、あの立つ予定らしいです、あの辺に。へえ。ここね、あのギフトショップになってるんですけど、ピンクスっていう、すごいバスだな、これ。これね、ちょっと興味津々。すごいよ、これ。あー、スクールバスだね。カナダ行った時乗ったわ。黄色いやつ。これ今ね、あのピンクスのね、ショップのね、2階に上がってきたんですけど、壁際にうわーっとナンバープレート並んでるんですよ。これ外国のナンバープレートだと思うんです。なのかな、これ、いろんな色がありますけどね。こういう、やっぱ内観っていうんですか、これもこだわってですね、楽しいですね、ショップこういう楽しんでも。はい、ということで近江八幡市散歩させていただきました。クラブハリエがあったりだとか、あとは近江八幡、近江牛ですね、やっぱね、ここは。はい、やっぱいろいろこう有名なものが、ちらほらこう、そんなシーンでしたね。ありがとうございました。